知ることでゲームはもっと楽しくなる。どうも皆さんこんにちは、キンタンです。フォールアウト世界の解説動画を作っております。よろしくお願いいたします。さて今回もロブコインダストリーズ解説を進めてまいりましょう。前回まででロブコという企業、そして創設者のミスターハウスという人物がどのようなものなのかをお伝えしました。となると次はもちろん歴史のお話ですね。今回からはロブコの歩んだ歴史、そしてミスターハウスの成し遂げた偉業についてお伝えしていきます。というわけで今回の解説でわかることは、ロブコインダストリーズ創設の歴史です。ここで多くを語る必要はないですね。ロバート・エドウィン・ハウスの誕生、そしてその後に彼が歩んだ人生、その才能を輝かした数々の功績、この動画ではとにかく壮大なロバートの人生、そしてロブコの成長について文字通り徹底的に解説していきます。それでは早速始めていきましょう。ロブコインダストリーズ創設の歴史。それではロブコの歴史について、そしてロバート・エドウィン・ハウスの歴史についても共に辿っていきましょう。当然ですがロブコの歴史はロバートの歴史、そう言っても過言ではありません。そしてこの物語はもちろんミスター・ハウスことロバート・エドウィン・ハウスの誕生から始まります。2020年6月25日ロバート・エドウィン・ハウスはネバダの裕福な父親の息子として生まれます。母親については細かく明言されてはいませんが、父親はフォールアウトニューベガスで実際に行くこともできる工具製造企業 H&H ツール社を立ち上げた人物であり、当時は順調に売り上げを伸ばしている大企業となっていました。なおこの物語には関係しませんが、フォールアウト76に登場するオートアックスはこの H&H ツール社の開発した商品です。ロブコが登場するまでは労働の自動化はまだ始まっておらず、こういった便利な工具が次々開発されていたようですね。作中に登場するものはドライブベルトにロブコのものが使われていますが、これは補修する際に交換されたものでしょう。もしくは工術する買収が行われた後の製品でしょう。少し脱線しましたが、ロバートの親族のお話に戻しましょう。記録を見る限りロバートの兄弟とされるのは異母系となるアンソニー・ハウスのみでしたが、まずは彼との関係性について確認しておきましょう。アンソニー・ハウスは多くの情報ではロバート・ハウスの異母兄弟、異母系とのみ紹介されていますが、実際はハウス家の嫡男、つまり本妻の息子であり、ハウス家の長男であると言われています。そしてアンソニーは会社の遺産を受け継ぐのは自分こそふさわしいと考えており、異母兄弟を深く軽蔑しているともあります。このことからロバートハウスは正妻の子ではなく、アンソニーこそがハウス家の正式な子供ということになります。確かにロバート側から見た場合アンソニーは異母系ということになりますが、アンソニーが嫡男と考えればロバートが異母弟ということになりますね。どういう経緯でそうなったのかは明らかではありませんが、離婚などの話がなく母親についての情報がないことを考えると、父親が外で作った子供というところが妥当かもしれません。そしてロバートの誕生後、彼が成人するまでの間に両親が乗ったオートジャイロが落雷によって墜落、この不慮の事故によってロバートは孤児となります。ただロバートを深く軽蔑していたアンソニーは孤児となった彼に手を差し伸べようとはしませんでした。アンソニーは両親が死亡したことにより遺産を受け継ぎ、 H&H ツール社も彼の会社となります。しかし彼は本来であればロバートにも渡されるはずの遺産を弁護士を使って騙し取り、全てを自分のものとしたのです。これによりロバートは全てを失った形となりましたが、もちろんそんなことで未来のミスターハウスはくじけませんでした。ロバートは手に入らない遺産を追うことはせず、ただひたすらに自分の人生を歩みます。彼は多くの不幸をもろともせず、独学でマサチューセッツ工科大学に合格し勉学に励みました。そしてついに2042年6月25日ロバートの22歳の誕生日に彼はロブコインダストリーズを立ち上げます。
その後ロブコはロバートの類まれなる才能と詳細によって瞬く間に巨大企業となり、アメリカを代表する先進ロボット企業となりました。設立からわずか5年後にはアメリカでも 1-2 を争う巨大企業ポセイドンエナジーと肩を並べる存在となります。しかし同時にこの時点で企業の活動内容は秘匿されることとなり、輝かしい功績以外は一切表に出なくなります。ちなみにラスベガスの巨大カジノラッキー38はロバートによって作られたカジノであり、その後は彼の拠点として使われることとなりました。ラスベガスを愛する彼がカジノを作り、そこを本拠地とするのは当然といえば当然です。そしてその後ロバートが30歳になった時点で、彼は誰もが認める億万長者となりました。この時点から彼を取り巻くスキャンダルも多く取り上げられ、ハリウッド女優とデートをしたり、数々の著名人と交流していたことが知られています。戦前はかなり派手な行動をしていたようで、業界ではいろいろな意味で有名人だったようですね。さらに政府が先導する多くの軍需産業にも関わり、それに関連するロボット開発や設計にも協力しています。セントリーボットやアサルトロンはこういった流れの中で開発されたわけですね。そしてその中でも最も大掛かりで偉大な発明となったのが軍事契約38917です。ロブコは GAI との共同開発で前例のない巨大プロジェクトを任されます。それはアラスカ州アンカレッジ奪還のため圧倒的な力を持つ歴史上最も強力な戦闘ロボットを作るという計画です。このプロジェクトを立ち上げた人物はコンスタンティン・チェイス将軍。彼はこの計画の成功を確信し、2072年6月には両者の共同開発によって超兵器リバティプライムが開発されていることを公表します。しかしその開発は難航し、結局は当時最新鋭のパワーアーマー部隊によってアンカレッジでの戦いに勝利。リバティプライムは活躍する場を失い、国防総省ペンタゴンの地下に保管されることとなります。ロブコの共同開発ということで言えば、ボルトテック社、ヌカコーラ社、ホーンライト社、アトミックマイニング社、アークトスファーマ社、他にも様々な無名企業と関係していたと言われています。さらにロブコは他にもエネルギー問題を解決するための代替エネルギーの開発や無人宇宙船の設計などにも関わっていたことが知られています。とにかくこの世界に幅広く関わっている、まさしくフォールアウトを代表する企業といえるでしょう。その後もロブコは成長の過程で多くの企業を巻き込み、ロケット開発の最先端企業レプコンエアロスペース、さらには父が産み兄が奪った H&H ツール社までもその傘下としました。ただ歴史に残されていないだけで、実際はさらに数多くの企業がロブコに吸収されていたと思われます。そしてロブコの成功により、アンソニーは間接的にロバートに仕事を奪い返される形となりました。アンソニーはロブコによる買収に最後まで反発し、次第に心を病んでいったと言われています。敵対的買収は従業員の裏切りだと妄想したり、ロバートが自分を拉致しに来るのではないかと怯え、工場に罠を仕掛けまくったりしていたそうです。しかしロバートはそんなことには目もくれず、自分の目標を着々とこなしていきます。ロブコを含めロバートが所有する全ての企業はハウスインダストリーズの傘下として統合され、同社は関連企業全ての株式の過半数を保有していました。そしてロブコはついにアメリカをもその傘下とするのです。2075年にはロブコが開発したユニファイドオペレーティングシステム、略して UOS がアメリカ全土の標準規格となり、軍事用のセキュリティシステムにまで採用されることとなります。つまりターミナルで動くものは全てロブコが関係するということになります。しかしその先に待つのは最終戦争、全てを破壊する審判の日でした。ただそんなことでロバート・エドウィン・ハウスは終わりません。いいえ、ここから先は彼のことはロバートではなくミスター・ハウスと呼ぶべきでしょう。というわけでロブコインダストリーズ創設の歴史は以上です。次回のロブコ解説ミスター・ハウスの偉業でお会いしましょう。